ちょっと心配される状態なんですが、やや表情も緊張しています。これからその伊藤みどりがオリジナルプログラムに挑戦いたします。生徒さん、ちょっと状態が心配なんですが、まずジャンプは問題ないと思います。そうですね、あの最初のトリプルルッツのコンビネーションでしょう。果たしてこの伊藤みどりが今年金メダルが取れるかどうか、非常に大きな関門となりますオリジナルプログラム。いや、素晴らしいジャンプスピンですね。はい、動きがゆったりとしかも大きく、さあこのトリプルルッツコンビネーションが問題ですね。あー、危ない、ぶつかった、外に飛び出てしまいましたね。飛び出しちゃいましたね。これは大きなハプニングです。こんなことは信じられません。ダブルフリップは綺麗に両手を上げて飛びました。どこか打ってなければいいんですが、ちょっと信じられない出来事が起こりました。あ、表情はなんとか笑みをたたえようという、そういう気持ちが出ていますが、果たしてコンディションはどうでしょうか。レイバックスピン、ステップシークエンスに入りました。フェンスから飛び出した以外は杉田さんどうですか。いや、あとは心配ないですね、はい、今フェンス飛び出たのはですね、ちょうどあそこのところがカメラ の席になってましてね、フェンスが切れてるところなんですよね、はい、ですからあの選手としては非常に感覚を取りづらかったわけですね。あ、なるほど。ですから寄りすぎたためのハプニングですね。コンビネーションジャンプで飛び出した以外は非常に動きも普段と変わりません。ダブルアクセルも綺麗に降りました。あ、頭をコンコンと叩いています。日本の国旗が振られています。なんとかリンクの中央に戻って可愛い表情を見せている伊藤みどり。この表情が何ともたまらないんですが、加藤さんね、トリプルルッツが素晴らしかっただけにね、はい、本当にもったいないですね、練習の時からですね、ちょっと寄ってるって心配だったんですよね。っていうのはちょうどカメラの、ね、ところがね、もう完全にフェンスがないというところでね、もう非常に怖いところなんですよね。伊藤みどりが飛び出したカメラマンのところに何か謝りに行ったんですね。ちょうどフェンスがここ欠けてますね、端のところが、はい、いや、この伊藤みどりのこの気持ちが世界のファンを沸かせているんです。ジャンプでフェンスを飛び出してしまうという、本当に考えてもみなかった大きなハプニングがありましたが、なんとかこのオリジナルプログラム滑り終えました伊藤みどり。さあご覧いただきます。素晴らしいジャンプなんですよね。これは素晴らしかったですね。それでこのセカンドジャンプもね、本当にいいジャンプなんですよ。とはもうあそこでぶつかってんですよね。これは本当にね、怪我しないっていうのが不思議なくらいですよね、しかしどっか打ってるんじゃないでしょうかね、練習の時にですね、フランスの選手にぶつかられて、はい、それで本人としてはもう呼吸ができなかったっていう状態だったんですよね。これ飛び出したところのカメラですね。これは本当にもう考えられないような出来事ですね、さあ得点を見てみましょう。 あれだけのハプニングがありながら 5.8 が出てますね。
これはすごい得点です。ブルガリア 5.8、 最低でオーストラリアが 5.2。 いやー、この得点も杉田さん、ちょっと私には信じられないんですが、いや、セカンドジャンプがですね、転倒と同じ扱いされたんですね。もったいないですね。さあ、そしてアーティスティックインプレッション、もうすでにこの会場には出ています。5.2、 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 5.2